出身で女子サッカー日本代表を決めた熊谷紗希さんです。熊谷さんは2011年ドイツで行われたワールドカップで全試合出場を果たしチームを優勝へ導き、2014年のロンドンオリンピックでは銀メダルを獲得。さらに先日カナダで行われたワールドカップではロードセンターバックとしてチームの準優勝に大きく貢献いたしました。国際舞台で収められた輝かしい成績をファンの皆様と祝福したいと考え、本日はここ札幌ドームへお越しいただきました。それでは熊谷さんよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。さあ、それではファーストピッチを行っていただきます。熊谷さんと対戦するのはこの方、北海道日本ハムファイターズ背番号11、大谷翔平選手です。それではお願いいたします。それではお互いの健闘をたたえ、熊谷選手からサッカーボールを、大谷選手からバットをサインを入れて回していただきます。すごいね。ありがとうございました。